大相撲100周年を記念し制作。1月13日、トヨタは2025年の大相撲100周年を記念して、制作された新型センチュリーのパレードカーを公開した。今後は日本相撲協会が使用し、1月14日に開幕する1月場所、初場所から、 優勝力士パレードのパレードカーを務める予定となっている。新型センチュリーはユーザー一人一人の希望に合った世界で、一台の車両を提供するショーファーカーで2023年9月に発売された。トヨタは2023年1月より、日本相撲協会とサスティーナビリティパートナー契約を締結しており、当初は クラウンをベースとしたパレードカーを制作予定だったがもともと親交のあった宮城の親方元横綱白鵬が豊田明夫会長にセンチュリーで作ってほしいと要望し今回の企画が実現したというこれがあったら白鵬の優勝回数がさらに増えたかも発表会に参加し パレードカーのシートに座った柴田山親方は、乗り心地がしっかりしていて座りやすい。着座位置が高いので遠くの高いところまで見通せるし、沿道のお客さんも力士の顔が十分に見える。今年の初場所は全幕内関取集が、最初に誰が乗るんだという気持ちになると思う。 私が現役力士だったら、自分が一番に乗りたいと新パレードカー誕生の喜びを語った。歴代最多の優勝回数を誇る宮城の親方も、センチュリーは車の中の横綱。現役力士として乗りたかった。この車があったら45回の優勝回数が、さらに増えたかもしれない。 と、複雑な心境をとろ。今回のパレードカーは、美しいホワイトのボディに鳳凰のエンブレムが鎮座し、まさに白鵬のための車のようである。しかし両親方とも、今では弟子を抱え行進の育成に当たる立場。宮城の親方は、弟子がこれに乗ってくれたら一番の喜びと述べた。 くしくも2025年は相撲協会100周年。そこに向けて作られたパレードカーが100年を意味するセンチュリー。このことについて豊田会長は縁を感じますね。センチュリーは名前が表すように豊田佐地生誕100年を記念して作られた。相撲という国技が100年目を迎えるときにちょうどこの車がデビューした。 何か見えない力を感じると感慨深く話す。日本のフラッグシップとして継承されてきた匠の技を、SUV という新たなデザインで表現し進化した新型センチュリー。その継承と進化というフィロソフィーに交往し、100年を迎える相撲も歴史と文化を継承し、そして進化しながら、 新たな百年を形作っていくことになりそうだ。